とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、このデイリークエストやってみようと思います。ここ。75% HP が減少するデイリークエスト。まあ、最難関と呼ばれてるやつですね。ここに行ってみます。それでは行きましょうか。あ、ちなみに使う装備がこれですね。パープルストーム、ウィザーのアーマーに覆われた怒り。で、羽、ドラ、キノコで行きましょう。あー、ダメだな。ここでね、矢が出てきてくれれば、すごい嬉しいのよ。この宝箱2つから。1個ずつ出てくれれば。あー、やったー。1個出た。2つ出ればね、もうそれでもう360本になるんで、だいぶ行きやすくなるんですけども、まあまあ1個出ただけ、マシか。行きます。防護付き、いきなり硬いよ。で、霊気。マジか。いきなりきついよ。ちょっと待って、帯電ついてるでしょ、あなた。あなた、帯電ついてるよね。ちょっと帯電はやめてください。相当痛い。やばい。OK。帯電死ねるよ、普通に。おそらく。OK。やばいやばい。あっぶねえ。あっぶねえ。もう嫌なエンチャントばっかだな。いきなりさ。これ先が思いやられるわ。ちょっと待て待て、無理。これちょっと立ち位置考えていかないと無理です。よっしゃ。え、何クイックと防護ひどいな、エンチャントがさ。エンチャがとにかくひどい。はいはいはい。行きましょう。で、キャプテンいるのね。あー、右にも左にもこれいるな。おそらく。右左ともにいるタイプでしょう。オッケー。問題なし。よし。まずは脅威からですね。で、反対側には、どっちがいるんだろう。神秘かな、脅威かな。どっちだろう。とりあえず行ってみましょう。ここはね、ほぼ確定でいるんだよね。よし。ちょっとマジで安全に行かないと、死んじゃいそうなので、超安全に行きます。行くぞ。待て。止まるなって。止まるのが一番いかん。ああ。まあいいや。神秘なんだ。モブ HP が 90% 増加。きついなー。それはきついよ。倒せなくなるからね。よし。OK。行くぞ。で、ここはね、まあまあまあ、一応ね、いるにはいるのよ、キャプテンが。6体いることもあるんだけども、でもね、洞窟がないといないんだよな。洞窟の中に結構固まっているんで、洞窟がね、あれね、100% じゃないのよ。ある確率が。なので、ちょっとどうなるかはわかりませんね。OK。いや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 。結構倒せないよ。90% アップはちょっと厳しいかな。OK。まあ行きましょう。きついかも、これは。ここまで来たけど、イリュージョナーか。あー、待て。止まるなって、もう本当に頼むから、もう防護付きのお前たちは硬すぎるから、マジで硬い。やばい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 。あっぶね。ちょ、イリュージョナーも戦いにくい。ブラインド食らうと絶対無理だしね。いくぞ。いた。オッケー。硬いよ。ちょっと待って、イリュージョナー、
硬すぎだな。オッケー、蹴らせる。オッケー、倒した。いけたね。ちょっと待って、矢が133本になった。これはちょっと矢の補充をしないと厳しいぞ。ここ右左にいる可能性があるのよね。一応行くか。あんまり行きたくはないよ。もう普通にクリアしたい感じなんだけど、まあ行きましょうか。いるならば一応取りたいから。あぶね、死ぬ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 。一応取りたいからね。あぶね。このロイヤルガードの攻撃、一撃で死んじゃうっていうのが嫌なんだよ。 OK、 よし OK、 行きましょう。なんだこいつらは。マルチショットに防護までついてやがる。とんでもねえわ。よし、あるかな洞窟。え、マジで強制戦闘になっちゃった。勘弁してよ。おっくれ、勘弁して。強制戦闘はちょっときついって。あぶねえ、凍結もするしね。あ、で矢が出ない。あ、待って待って待って、変更ついてる。で冷気もあるし、なんか帯電ついてるやつもいる。なんだここは。勘弁してくれ。あ、やばい、固まるな。あー、ないね、こっちはないです。反対側はどうだ。こっちも、あー、ないわ。え、ここ、こっちが、あ、いるわ。これキャプテンいる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 。でもちょっとポーションバリアないから、ちょっと回復してから行きましょう。どこだ、いるのは。行くぞ。うわ、これひどい、これはひどいぞ。 OKOKOK、 ちょっと待って、壁を使ってなんとか減らそう。防護付きとか、なんか浮遊射撃とかいたでしょ今。高速か、高速射撃か。高速だったらまだいける。ちょ、これはひでえな。あー、やばい、いくぞ。 OK、 いけたんじゃない。あとは毒ダメージで。あぶねえ、あぶな。脅威2ですね。まだいるか。やっぱ、あぶねえ、もう死にたくないよ。あー、やっぱこれをや、あぶねえ、もう最悪最悪。エンチャかけてやがったあいつ。もういないか。ああ、もう横にはいなさそうですね。これこっちもいないね。あ、いないな。やばくない。これはなんかクリアできる気がちょっとしない気がするぞ。まあまあ、あとね、強制戦闘を終えてボスで終わりではあるんだけど、ここがなー、ここがさ、絶対きついんだよね。おいおい、これ冷気とかついてるとマジで終わるから。やばいやばい、あぶね、ちょっと待て、あぶね、死ぬ死ぬ。もう逃げ場が少ないっていうのがね。しゃ、あと1回来る？あ、終わった、よかった。よし、ではボスですね、行きましょうか。 HP90% アップのボス、まあいいかな、大丈夫かな。うん、できれば装備を変えていきたいけども、もうこれで行くって今日はね決めてるので、このまんま行きます。まあドラつけて痛みダメージが入った時に
放置してダメージを稼げればいいかな。うん、行きましょう。とりあえず OK。 まだだろ。あー入ってないね。うまいことダメージが入ってない。ちょっとここでレイスが残ってるとかやめろやめろ。あー嘘、これ触れるだけで死ぬのこれ触れるだけで死ぬんかい。あっぶねえよ。あーもう動きにくい。よしよし、オッケー。なんとか死んで、死なないんかい。よしオッケー。おーいけたー、いけたー。はーい、ということで、75% 減少クエスト。あんまり旗は出なかったんですけどね。モブ HP90% 増加のみでした。あと、脅威は2だね。クリアできましたね。はぁ、きつかった。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。